山口武秀では、昭和期の農民運動家、政治家、茨城県鹿島郡保田町出身、旧家事主権海鮮問屋に生まれる。茨城県立保田中学校で学ぶが、東京の女子大学に進学した姉の影響で、資本主義の矛盾を知り、1931年に中退して農民運動に身を投じた。全国農民組合の若手活動家として活躍。 18歳にして、千葉県の農村葬儀に介入して、名を挙げる。1933年日本共産党に入党。一度かの検挙を経て転校し、社会大衆党に入党。1937年に、全農茨城県連署基調となる。日中戦争中に、前線への慰問袋に、農村の窮状を訴える手紙を挿入するよう、指導し、同年検挙される。 通算6年の獄中生活を送り、敗戦直前に釈放。1945年の日本の幸福直後から、農民運動を再開。1946年1月に、常東農民組合を結成して、委員長となり、山林、原野、旧軍用地の解放に尽くす。常東農民組合は、再生時には、組合員3万5千人と10人のオールグを要し、 山口共和国と呼ばれるほどの勢力を誇り、山口は天皇、大将、親分、先生等と呼ばれた。1962年に解散するまで、常東農民組合は、激しい闘争戦術を行う全国でも、最大最強の農民組織としてその名を轟かせた。1947年茨城一区から第23回衆議院議員総選挙に、 日本農民組合所属として出馬し、当選。1949年の第24回衆議院議員総選挙でも、労働者農民党から立候補して当選する。1949年に、共産党へ再入党する。1952年に、日本農民組合が分裂すると、運動方針の対立から1953年に、共産党を除名され、 その後は独自の運動を続けた。1953年の第26回衆議院議員総選挙、1955年の第27回衆議院議員総選挙でも、茨城一区から出馬するが、共に落選。昭和40年代前半頃から、住民運動に関心を寄せ、三里塚闘争、高浜市観宅反対闘争などに関わった。 1992年8月23日に77歳で死去した。一時交流した農民運動が衰退した理由を GHQ による農地改革によるものと分析しており、マックにしてやられた。これで日本における革命のチャンスはなくなったと考えていた。三立化闘争では天神峰の現地闘争本部に寝泊まりして三立化、柴山連合空港反対同盟の幹部らに 戦術指導を行った。成田空港予定地の大執行に対抗して、周辺地域から野獣馬を集めて、機動隊と対峙する作戦を提案し、実行に移されている。震災抑制力を闘争の手段とみなして機能的に指示を出しており、東方十字路事件が起きた時も、これが有利となるか不利となるか、これからは大変なことになると冷静に分析していたと、される。 山口は反対同盟代表の戸村はじめ作の指導力に対して会議的である旨を抗言しており、運動の方向性をめぐって戸村との対立が表面化し、山口に対しても農民の闘争が山口個人の利益になるのであるという噂が立つようになり、大執行後に山口は三立化を去った。成田空港完成当選挙事件について、第四インター幹部の渡田久夫から、 実行前に明かされた時には、これは成功するでしょう。しかしながら、その後の弾圧はすごいことになりますよと述べた。ありがとうございます。